皆さんこんにちは。お元気でいらっしゃいますでしょうか。ペソでございます。横砂物語ですね、続きやっていきましょう。さあ前回はまた2年連続のねちょっと大人の都合発動してしまいましたけどね、887回目ということで、開きましょうですね鹿島へ稽古行きましょう。さあ松原さんロスが響くかどうか、というところなんですけどね。さあ七条さんがね代わりに上がってくるんじゃないかと思うんですけど、まだね、上半身は22ということで、まあ、来年の頭くらいでしょうね。ただ年齢的にはねもう申し分ないんでね、で八条さんが、あそうかそうか、61まで持ってきてからちょっと判断力リカバリーしましょう。で、両替さんは多分ね止まってるはず。これをやれば分かるなねということで、あと30ポイントの振り方でしょうね。まあ60ちょうどになってる集中力と持続力を6ずつ上げるとして、下半身はできたらね70まで引き上げたいね。そしたら、22として37だったら判断力5入れても全然間に合うので、判断力5入れたとして90ですよね。で残りの3は、まあ、柔軟性にでも振りましょうというちょっと予定ですね。はい、六条さんはまだまだ伸びしろあるんやけどね、うん、まあ上半身やろね。80、あ違う、下半身や、当たり引いてたしもうで、花嫁さんは今場所まで上がる、あー上がるな。さあどうするさあ2日目いきましょう。七条さんは文句なしの上半身、あ違うわ、小遣いあげよう思ってたんやね、今から50やったら全然判断力リカバリーできないからね。ハイゴンザンですと、で、一旦下げて、まあ、判断力と柔軟性を戻すとして、最後の小遣いにはまだならんと思う。50引いたら71、もう1回ぐらいかはい。塩小路さんは鉄砲で、五条さんで、九条さんは申し上げね。で八条さんが運び足あと2つ上げてというところね。両替さんはそうやね、申し上げちょっと90まで引き上げましょう。足らればやけど六条さんは上半身やね。おお上がるんだで、花山さんはまあ上半身上げ切ってからで、うん、であと全員仕上げてからのね、お小遣いというところか。はい、3日目、押し合いとで柔軟性4日目で戻してからまた上半身やね。九条さんは押し合いやな。ああ柔軟性も60入ってるんだね。ペース的には
や、ちょっと遅いのか。いつものやつね、メンバーとあれしたら。さあ、八条さんは一応これで1入れて、あと8を判断力に振り直しましょう。両替さんはもう試合上がらない。六条さんは上半身、あ、下半身。今日はと、外れ。で、上から。4日目です。失敗ね、間違えた。危ない危ない。塩小路さん待って。で、申し訳ない。で、ここから八条さんも申し訳ないね。わあ、両替さん引かんな。一番引かないかん人が。はい、5日目です。今日は上がんないんだよね、講演会やから。で、九条さんはもう試合が続くと。八条さんは申し合い、はい、で、両替さんが上がんないね。あ、当たりやったー。上半身。あ、先生講演会やっちゅうね。さあ、6日目参りましょう。いや、もうね、今日この場所の場所前稽古ぐらいね、上がりましたな。歯がね、息中できるタイミングでしょうね。2人おるからね、今回は。さあ、次やってまたお小遣いやね。瞬発力はね、また上がっちゃうけど、目減りするんでね。はい、申し合い、よいしょ。で、両替さんも申し合い、よいしょ。上がらない。日の当たり人だからね。花山さんは上半身、よいしょ。1ずつ戻して、ラストちょっとね、1ポイント分だけ。あ、そっか、足りんのか。足りないんだ。7日目。上半身でいいよね。で、これで50か、ようやく。18歳でこの状態、来年19歳でしょ。19歳で下半身仕上げていかないかのいね、間に合うかっていうところなんですけどね。はい、で、九条さんは下を交代。八条さんは申し合い。両替さんも申し合い。上がれ。上がんない。六条さん下半身上がんない。花山さんは下半身。
8日目です。で、鉄砲ね、五条さんは何にもできない。で、お小遣い、はい、はい、ごっつぁんです。で、申し上げね、あと4回で申し上げ入らんなー、ほらー、あらららら、はん、6条さんも1個上がったっきりやねー。9日目です。でしょ、あーせやね、講演会やな。はい、申し合い再開、瞬発が70ね。上半身上がったっきりやね。10日目いきましょう。テンポやねちょっと考えちゃった。あ、もう判断力が次で50ですね。申し合い、あと2つ。お前さんが引かん。六条さんも引かない。はい。で、まんじゅじさん。11日目。これで判断力は50ね。八条さんは申し合い。よし、これで明日小遣い。うん。で、もう下半身いっちゃいましょう。いかんな。六条さんもいかん。で、せやね、やっぱり最終日運ですね、これは。はい、12日目。うん、ここで小遣い、はい、ごっつぁんですと。で、明日からは下半身。
6畳様引かんな。さあ、ここからは、上半身をギリギリまで。13日目。上がんないね、講演会。そのままね。で、もう試合で柔軟性が次70ね。下半身なかなかそういう時引くなっちゅうてんねもう頼むわねえ、ひどいねで、鉄砲、で、明日は技緊急ですね、お小遣いじゃなくてね。さあ、これで、柔軟性も70で、明日はお小遣い。あ、お小遣いじゃない、技緊急わあ、うそやー、全然上がる気配ないんですけど。で、ここで上半身、これまでは上がるね、普通に。明日が賭けやね。はい、ではマシュマイ稽古ラスト15日目いきましょう。上半身で、ちょうど九州場所終わった時に40か、このままいったらね。技研究、ほい、広がってきたけど武器長九条さんがね、はい、あー、やっとや、基本技一通り出てた。はい、あー、デパート、で、両替さんはもう試合。おー、やっと一つ来た。あー、六条さんはダメやったね。さあ、これが当たり引いてくれれば。おー、よしよしよし。で、まんじゅじさんと。はい、ということで、伸び悩みの人らは11でしたね。技確認だけして終わりましょう。もう、あ、でも増えてないな。ショップさんも来場所までやな。九条さんがようやっとね、指導し始めた感じか。上手投げ覚えてる。あららら、素晴らしいね。八条さんがデパートになっちゃったね。うっちゃり、あーあー、桁繰りまで覚えてるでね、3ページ前はたき込みがありましたね。はい、というわけで、場所前稽古は以上で終了でございます。また秋場所ね、前半戦後半戦分けてお届けしますんでね、お楽しみにしといてくださいませ。それではさよなら。